DJ サイレント MC プレイプレイヤー地下のゲイ桜坂ガングスターシップアジアの島国へ大陸から見れば神風武士の国白く染まるため息を殺しで交わるそれぞれの道の愛やさしたがうしかないなら力つけるそれしかないから嘘本当見分ける左右の目未だ分からぬ自分の左右の目見捨てないで神は見捨てない成功の秘訣で田中さんが成功したらみんなを世界旅行に連れて行って いやもうそれはそうです。そのぐらいしますよ。それぐらいもうするやつじゃなきゃ成功したとは言えないでしょう、はい、プライベートジェットですか。プライベートジェット、まあ、プライベートジェット乗るっていうのは一つの区切りでしょうね、うん、これ自分の話じゃなくても、うん、世間のイメージする成功者の、うんはい、確かに、ねうん、プライベートジェットって何人ぐらい乗れるんですか。で6人乗りぐらいからあるんじゃないですか。ちっちゃいのから大きいのまでありますからね、うんうん、内装もピンキリですからね、うんなんかヒカキンがプライベートジェットでなんか北海道行ったり沖縄行ったりして1日1000万円って言ってましたね。自分のものですか。借りてた。多分借りてたと思います。レンタルみたいな、はい、リースみたいな。やっぱその辺がやっぱアメリカの成功者と日本の成功者の違いですよね。アメリカの成功者は自分のものを持ってますもんね。ああそうっすよね、はい、確かに。それも1曲2曲当てたぐらいでプライベートジェット持ってますもんね。ああでリルピンプわかりますか。ああリルピンプです。はいわ、はい、かります。あいつ19歳なんですけど、はい、あれがあのネネって自分の中に掘り師が全部掘ってんですね。はい、あそうなんですか。しょっちゅう呼ばれてますけど、プライベートジェットで迎えに来ますからね。あそうなんですか。はい、19ですか。19歳です。へ家も19億です。はい、金遣い荒いっすね。で家の車庫にスーパーカーだけで30台ぐらいあるんです。あそうなんですか。はい。そういうのは成功しちゃったなと思ってます。うん、なんで、うん、自分は到底言えないなと思ってます。うん、あのメッセンジャーで掘ってる時、うん、よくあの喋るじゃないですか。俺知ってるでしょって知らない。俺を知らないやつはいないって言って、はい、自分とよく喧嘩になるんですよ。はい、お前なんか知らねえよって。で、じゃあ一回日本に、はい、その子供たちのために来いって言ったんですよ。はいで行くけど、すべての薬物用意してくんないと俺はいけない。それがないと歌は歌えない。あでも本当の薬物中毒ですよね。あそうなんですね。でもこの間日本来てましたよね。はい、日本来てたけど、あれですよね、六本木かなんかであのちっちゃい箱で、多分ちょっと悪い方の子たちがお金出して呼んだっぽいですね。うん、六本木界隈の。はいはい。だから一回韓国にもショー行ってるんですけど、うん、ワンステージ6000万ってましたからね。ああそんなするんですね。はいはい、20分のショーで6000万。20分で、はい、時給1億8000万すごいすごいすごいな。なんかあれですね、成功者でもやっぱお金だけ持ってても、はい、心がやっぱ空っぽっていうか、まあ、心が寂しい人もいるでしょうし、はい、その心を埋めるのにお金で埋められるかっつったらやっぱそうでもない、うん、ないでしょうね。予測でしかないですから、うんうん、定義も人によって違うん で、ね、まちまちですよね、うん、お金なくても心が満たされてたりとか、うんまあ、人からもたくさん信頼ある人もいますし、うん、やっぱその辺はだから自分は彼を見てて、うん、本当にお前幸せなのかなっていうのをよく電話で、うんでそのネネって彫り師いるんですけど、うん、そいつもほらリロピンプに招待されてプライベートジェットで来たり来たりしてますけど、うんうん、それが楽しいのってよく聞くんですよ、うん、で俺は別に、ね、呼ばれるから行ってる、うん、で呼ばれて行って彫れば、はい、すごい金もらえるから商売だから、うんうん、それはそれでいいと思うんですけど、うんはい、彼にしたら19歳でお金があるからみんな寄ってきてるけど、これなくなった時に本当の友達は君いるのって感じですかね。うんまさにケイさんがリルパンクとつながってるとは、うん、大人気ですよね。そうですね、はい、
薬物ばっかりやっててもね、はい、なんでそうなっちゃうのかがちょっとわかんないけど、でも結局そういうのをやんないと曲を作れないとかになってきちゃうんでしょうね。話変えて、はい、好きな武将、好きな武将、そうですね、特に意識はしてなくて、うん、そう考えたんですけど、織田信長と言いたいところなんですけど、まあ、実質長い間政権を維持して一番美味しかったのは徳川家康なんじゃないかなと思って、あの自分よく文章書いてるじゃないですか、文章を書いてる中でも、やっぱあの徳川信義 の、 あの文章は結構いいものが結構ありますね。家康で何かそのありますか、自分も歴史全然詳しいわけじゃないんですけど、まあ、実際に江戸幕府というか平和な時代で保ったんですよね、一番、徳川家っつったらもう、そうですね、で信長に関してはもうすごかったんでしょうけど、まあ裏切られて死んじゃったじゃないですか、だから一番なんか、将軍として美味しいとこ持ってったのは家康さんなんじゃないかなと。そこは見習うべきとこがあるんじゃないかなと思う感じですかね、そこから憧れる人とかっていらっしゃるんですか、憧れるってそのあれですか、歴史上の人物ですか、じゃなくても現代、なんか、もちろんすごいリスペクトしてる人物は、まあ、もちろんたくさんいますし、好きな人物もたくさんいます、友達とか、まあ、ケイさんのことももちろんリスペクト好きなんで、ただ、まあ、憧れて手が届かないっていうような人物は作らないようにしてます。そうなっちゃうと自分と同じとこまで行けないんで、あえて作らないというか、特に憧れすぎることはないですね、じゃあある程度こう、まあ、好きだとかこうリスペクトしてるっていう 感覚で崇めてて、あの憧れてるっていうのは作らないようにしてます、こう行かない、こう行かないです、結構視野が本当に広いですね、あえてそうしているかな、そこからも全然話変わっちゃうんですけど、はい、どんどん行きましょう。チーマー、今と昔。今もあるんですか。ないんですかね。なさそうですよね。今と昔が何ですか。具体的に言うと、今と昔の。今はどういう状況なのかっていうと、まあ、昔は、まあ、たくさんいろいろお話聞いてて、いっぱいたくさんいたっていう。自分のチーマーのイメージですけど、もともと、バブルの時ぐらいに、裕福な家庭な、東京の都心の裕福な家庭の息子たちが集まって渋谷とかにたむろして、そこから派生してチーム化して遊ぶためにちょっと凶暴化したようなイメージだと、渋カジブームとかおしゃれなあれで注目されて、そこから始まったような気がするんですよ。多分もともと悪い子たちじゃないじゃないと思うんですよね、遊ぶために。でもそれちょっと悪もやっぱいつの時代もちょっとかっこいいじゃないですか、でそのおしゃれな人たちがちょっとまあ悪くなって、まあ、チームができた、まあ、かっこいいノリで、それが受け継がれて、なんか自分らの時は多分第3次チーマーブームぐらいだと思うんですね、おそらく。でその時に IWGP とか、あのドラマできたじゃないですか、それのちょっと前ぐらいだったんですね。でギャングとチーマーの間ぐらいな感じだったと思うんですよ、自分らは。でまあそれが進むにつれ、自分らの頃かその手前ぐらいから、なんかクラブとかそういうのとか、幅を利かせるために凶暴化していったようなイメージですかね。で今はなんか、そう、当時自分らが渋谷を歩いている時とか結構丸腰じゃ歩けない感じだったんで、自分らの勝手な世界観かもしれないですけど、今なんか丸腰でも平気そうですよ、なんかそんな凶暴な子供たちいなそうなイメージかな。あと話はそれるかどうかわからないですけど、例えば県境、自分ら千葉県とか東京にかけての組織だったじゃないですか、県境とか国境でもそうですけど、そこら辺のチームとか暴走族とか、まあ、組織とかはなんか凶暴化するイメージですね。なんか外敵にさらされるから、多分メキシコとアメリカの国境とかのとこも多分そうだと思うんですよ。そうですね、だからなんか県境とかのチームとか暴走族とか強力な気がしますね。言われてみれば本当にそう思いますね。自分が経験して、結構まあ大組織だったからこそ分かるイメージが、県境の暴走族チームは強い気が、確かに、はい、境目、はい、物理的に、で俺は感じましたね、
今はチーマーでそうとかそうなんかあんま聞かないですよね、うん、大人を脅かすほどの、うん、自分らの時は多分大人も結構面倒くさがってたと思うんですよね、うん、はい、何よりもハードガッツリ攻めて崩さねえぜガード戦いは終わらない G1 代道なき道を進んでレモンライフ What is the battle 何よりもハード戦い続けるぜてめえのシャドウこのマイクに魂込め日々サンバイ挑戦なき人生に意味はない